皆さん、こんにちは。ネットでは、CG ではないか?と疑うほどの巨大生物が話題になっています。環境に適応した結果なのか、突然変異なのか、謎は深まるばかりです。そこで今回は、世界に実在する巨大生物をご紹介します。1、巨大すぎる犬。日本で有名な大型犬といえば、ゴールデンレトリバーやセントバーナード、アクタイヌなどをイメージしますよね。こちらの犬はギネス記録に認定されている世界一大きなグレートデーンという犬種で、体とは正反対に温厚な性格なのだそうです。写真はアメリカのミシガン州に住んでいるゼウスくんで、後ろ足で立つと223センチもあるのだとか。2、巨大な豚。こちらは中国で発見された巨大な豚で、体長は250センチですが、体重は900キロ、ギネス記録に申請中なのだとか。日本で飼育されている豚ちゃんたちが可愛く感じますよね。3、巨大な鹿。この巨大な鹿は、カナダやアメリカに生息しているヘラジカで、最大のものは身長3メートル以上で、体重は800キロ以上になるそうです。日本にはまず生息していませんが、もし海外で遭遇したら、必ず撮影よりも先に身の安全を確保してくださいね。4、巨大な牛。カナダにあるオンタリオオレンジ牧場には巨大な牛がすでにギネス認定されていて、体長は4メートル、体重は1トン以上もあるそうです。あまりにも大きすぎて、成人女性がまるで子供のように見えますよね。5、巨大なヒグマ。1915年当時、北海道でエゾヒグマが数回にわたって民家を襲い、7名が死亡、3名が重傷を負う事件が発生しました。このヒグマが射殺されて事態は収束しましたが、クマの獣害としては日本最悪と言われています。6、巨大なカブトムシ。メキシコからコロンビアに生息しているエレファスゾウカブトムシで、全長は18センチメートルを超えています。あまりにも巨大すぎて、子供は恐怖で逃げそうな勢いですよね。森の中にこんなカブトムシがたくさんいると考えると、もちろん幼虫も世界最大級だそうです。7、巨大なトカゲ。日本ではペットショップで少し大きめのトカゲが販売されているくらいで、こんな巨大なトカゲはまず生息していませんよね。このトカゲはインドネシアに生息しているコモドドラゴンで、体長は3メートルほどで、体重は70キロもあるそうです。8、巨大な蚊。近年、フロリダで多く発生している巨大な蚊で、普通のサイズの蚊と比較すると、その大きさはミツバチサイズくらいもありますよね。この巨大な蚊は熱帯暴風雨など自然災害の影響で発生したと考えられていて、刺されると激痛が走るそうです。9、巨大なカニ。このカニはヤシガニでヤドカリの仲間です。陸上に生息している節足動物の中で最大級になるそうです。特徴としてはメスよりオスが大きくて、体長は40センチメートルを超えるものもあり、足を広げるとそのサイズは1メートル以上になるのだとか。いかがでしたか?
世の中にはまだまだ自分たちが知らない世界が広がっているのですね。何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。